そうですね。ちょっとね、ちょっと怖いんだけどさ、足震えてんだけどさ。はい、こんにちは、カババです。先月ね、山登りトレーニング動画を公開したんですが、その後多分ね、地元の同世代の方だと思うんですが、コメントをいただきまして、初心者にもね、おすすめの山を教えてくださいとご要望がありました。ということでございまして、今回は僕がよくトレーニングしています近所の山、古賀志山をご案内します。いいのがある。これはいいね。はい、ざっとですがこのマップで今日のルートをご案内します。山に入るときはね、必ずご自分のマップを用意してください。持ってない方は概要欄に地図リンクを貼っておきます、ね、そこからダウンロードして使ってください。はい、マップにね、今分岐ポイントを黒丸で表示しました。宇都宮森林公園駐車場がこの位置、登山者はね、ここに駐車をしてください。停滞を渡って管理センターまで歩きます。今説明している看板っていうのはここにあります。はい、トリムコース分岐まで登って尾根道を歩きます。南コース登山口方面に進みます。尾根から林道に一旦下り、南コース入り口まで歩きます。南コース入り口からは岩登り分岐まで階段の急登です。しばらく岩登りをすると山頂に到着します。下りはね、北コースをゆっくりゆっくり水場まで降りてきます。水場からは北コース登山口まで緩い下りが続きます。北コース登山口からは駐車場まで約15分で戻れます。はい、出発します。はい、じゃあね、古賀志山の南コース、通称トリムコースですね、こちらに行きたいと思います。まあ、南コースっていうのは、まあ、さっきね、地図でありました通り、まあ、赤川ダムを中心としたね、この窪地の、まあ、窪地っていうか谷合いのところのね、南側の尾根ですね。まあ、ここ、まあ、気持ちいい尾根なんですけど、非常に歩きやすく整備されてるんで、まあ、そこからね、古賀志山の方に、ずっと辿っていけるというコースです。はい、ここからね、ぐるーっとこう回っていく形なんですけど、まあ、古賀志山まで 2.6 キロ、方角はあっちですね。はい、ここはね、トリムコースの折り口ですね。ちょうど管理センターから 500m 歩いてきました。ここをぐーっと降りると赤川ダムの南の端っこに出るんですよ。で、僕らは、まあ、さらに登山道が続いてますので、はい、これを見るとね、南コースって書いてありますが、この先、この尾根を、一旦降りると南コースに合流します。はい、南側の尾根ね、今ここで降りて林道と合流します。
はい、これでね、こっち南コースの入り口まで15分です。ああいうね、車止めになってまして、一般乗用車とかは入れません。で、結構ね、こっからね、車道を歩くんですよ。めんどくさいんだけど、まあ歩かないでね、向こう回ってね、直通コースもあるんだけど、今日はトレーニングで来てるんで、危険を犯す必要は全くないので、こちらのコースを使います。はい、立ち入り禁止のゲートのとこまで来ました。で、ここを越えるとね、すぐ右側に、南コースの入り口があるはずです。はい、ここですね。はい、ここからね、小菓子山 700m って書いてありますけど、単純な700じゃなくて、階段がね、かなり延々と続くコースです。僕は嫌いなコースですけど、このコースはね、下りで使うんですよ。だから向こうからね、降りてくるんですけど、今日はここをこっちから登ってきます。さっきの分岐からすぐ、これ岩山コースだね。こっちがね、登山道、こっちがね、バリエーションルートですけど、岩山登りとかね、いろいろ僕ら呼んでるとこですね。ちゃんとしたルートなのかな。一応鎖がくっついてるけどね。こっち行こうか。やっぱりね、厳しいんだよね。もうここなんかさ、いつも思うんだけど、いろんな人来るからさ、ロープぐらいつけといてもいいと思うんだよね。ほぼ垂直だよ、ここ。っていう感じでね、ここは延々とこういうところを行くわけですよ。まあ面白いっちゃ面白いんだけど、まあ、頂上にね、この頂上のね、真下に着くんだよね。ご苦労様です。行ってもらいましょうか。このまま行きます。気をつけてね。受け狙わないでいいかね。そこね、足がかりがね、ないんだよ。あ、ここね、別に巻いていけるとこあるんだけどね。行ったね。おお、ひやひやもんだよ。ここを登るわけですよ。ここはね、
ここはね一気にねぐーっと開けた。開けた。ちょっとね、ちょっと怖いんだけどさ。足震えてんだけどさ。こんな感じだよね。さっきよりもよく見えるね。あれが出発地の墓川なのね。ここからあの山の尾根をねいろいろと登ってきたわけですよ。ここまでね、あの山が竹山と言いましてね、昔大きい山城があった山です。その向こうが宇都宮市で、竹山のね左下、あ右下、あそこに芝生になってるとかでしょ。あそこが僕の邸宅です。カウパパ邸、あれが筑波山ね。すごい景色だね、ここ。すごいね。いや、もうね、あっという間山頂だよ。はい、10時28分ですね。はい、10時28分、古賀市山です。先週もねこう来たんですけど、もう木のベンチとかねテーブルだいぶ作られてるんでいいですね。じゃあ降りますか。はい、はい、あのね、古賀市山はね、もう僕は宇都宮市民ですから。子供の頃から数えると、もう数えるとってもね数えきれないんだけど、ものすごい数登ってるんですよ。この北コースからね下りをね、北コースで降りるっていうのは多分これで2回目ぐらいだと思う。ほとんどね北コースから降りたことないんですよ。ここはいつもね向こうから、向こうの尾根からねぐっと登ってくるんだけど、そういう意味で言うとすごく新鮮だよね、ここは。はい、ふい、不死身ですね。じゃあ、いつもね、こっち登ってくるんだけどね。
よし、降りようか。じゃあね、北コース降りてきます。じゃあいつもね、この北コースはもう僕の動画なんて 100% そうだけど、もうこう上り専用でしか使ってないんでさっきもね、カバンまた話したんだけど、これ新鮮だね。得した気分だよね、こう下りで使うと。別の山来たみたいで、こんな歩きにくいんだ下りだと。これかの、なんとか岩、まあ、いろんな人がいろんな呼び名があるんで、あこういう感じなんだね。ちょっと角度が変わると新鮮ですね。はい、気をつけて。うん、はい、僕は第二ベンチって呼んでますが、うん、じゃあおお、ここもベンチ作ったんだね。うん、よく整備してあるよね。じゃあね、戻りましょう。まあ、ここまで戻ってきたらね、もう完全に山登りは終わり、あとはもう沢を下っていくだけ。まあ、急な尾根をねぐーっと降り切って、まあ、休憩ポイントがあって、まあ、そこからちょっとこの沢沿いに歩いていくっていうルートになるんですけど、どうしてもねやっぱり気が緩みがちで、で気が緩むとだんだんね膝あたりも緩んでくるんで、あのずっこける可能性なんてのが多くなってきますから、気をつけてください。こっちですね。この間来た時は、ね、水も枯れてたんでね、あーやっぱ枯れてるわ。そう、ここね勢いよくねちょろ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 ね、こう小ヶ島唯一の水場なんだけどね、うん、残念です。11時38分ですね。はいはい、一応北コース登山口、はい、帰りました。はい、お疲れ山でした。お疲れっす。